こんばんは。お疲れ様です。疲れたよ、本当に。いやー、すいませんね。今日中はなかなかやっぱり難しかったです。ただまあ、いいのが上がってるんで。すぐお見せできるように頑張ります。お久しぶりです。どうも。パソコンの人はもうみんなチャット見れてない状態なのかな。俺は全然見れてるけど、配信者だからか。
次の更新は3日ぐらいですかね。まあなんとかやってみます。ああ、兄ちゃんの人たち、ああ、そうですか。批判されてましたか。一応なんか、あれですけどね、希望的に本日中に更新できるかっていう感じで濁してはいたんですけどね。そうだね、それをここで言わなくてもいいよね。
よし。
とストレッチしてるところを描きたいんですけど、筋肉資料がね。
Thank you.
ました。
ああ、入稿作業ね。入稿作業結構同時進行でやってるんで、あ、結構もう入稿できてますよね。あれなんですよね。前回の143ページの時は、社食までこっちでやってたんで、今はそれがないんで楽ですね。Thank you.
しまった。
Thank you.
Thank you.
す。
ああ、シッチさんは、シッチさんは髪型が七三分けだからシッチさんなんですよ。メンズアルガルドの由来とかはちょっとわかんないですね。聞いたことないですね。まあ先生に。
すいません、ちょっと夜食買ってきます。何買ってこようかな。
ぶりました。よいしょ。今ちょっと火にかけてます。さて何でしょう。今日の夜食は何でしょう。思いっきりコンビニ飯ですね、今日は。
ペペロンチーノとホルモン焼き、ホルモン鍋ですね。よいしょ。よいしょ。こんな感じ。いただきます。久しぶりにコンビニのパスタを食べると独特ですね。なんか ゆでたてのパスタとかとは全然違う感じの、なんだろうな、もちもちしてんだけどゴワゴワしてるみたいな。おいしい。ペロンチーノを箸で食うという邪道ぶりですよ。
晩絶対ビールが欲しくなるよね。ビール飲みたいな。なんだろう、ホルモンってなんていうのかな。いや、ビール持ってこられちゃったら困るな。ビール持ってこられちゃったら困りますね。絶対飲んじゃうし、絶対仕事にならなくなる。トライプって言うんですか。This is cow's tripe.Delicious. ビールとかはね、うかつに、ビールとかチューハイとかはうかつに仕事場に置いちゃダメですよね。バーボンならあるんだけど、バーボンって感じじゃないしな。うん、持ってこられたら本日の業務終了ですね。パスタすするとヌードルハラスメントって海外の人に言われそうだから、すすらずもそもそ食ってますね。もうすでに眠いからちょっとしたら多分寝ますね。このトマトがでかいな。マイナーホルモン、
ホルモンだったら焼酎とかでもいいかもな。そうか、そばならオッケーなんだ。言い張れば大丈夫かもしれないですね。デュラムセモリナ 100% で。こねたそばですって言えば。ああなるほど、確かにトマトジュース便利ですね。無性に腹が減る。そうでしょ、うん、もうコンビニ行っちゃえばいいじゃん。冷蔵庫開けちゃえばいいじゃん。そばとは10ゼロそばですね。セブンイレブンに外れなしだね。美味しそうですね。トマトリゾット。
ごちそうさまでした、もう一度頑張りしようか。一番伝統の弁当の敵がいまいちなコンビニってどこですか？昔その近所の酒屋が潰れて、コンビニになって、でそこの店長のおばちゃんが手作りの弁当を自分勝手に売っちゃってフランチャイズの会社の方から怒られるというね。あれいまいちだなこれっていうのって、そうだな、地方にある聞いたことないコンビニみたいなとこだとなんかすげえのあったりしますけどね、なんか名前を覚えてないな。並んでるおにぎりがすごい手作り感というか、パックで包装されてるああいう感じじゃなくて、運動会に親が持ってくるようなラップに包まれた感じのおにぎりとか、おにぎりっていうかおむすびだよねとかが並んでるようなコンビニが鹿児島にあったな。
まあでもそのおむすびがちょっと珍しいスタイルだなっていう、そのスタイルがなんか手作り感あふれてるだけで、別にそんなまずくはなかったんで、ひどいっていうイメージじゃないですね。鹿児島にはね、砂風呂に入りに行ったんだけど、すごいとこだったな。店も全然周りに店がなくて、月明かりだけでこう歩いていく感じ。薩摩富士ってわかりますかね、あのシルエットが富士山そっくりなちっちゃい山があるんですけど、まあちっちゃいって言ってもまあそんなにちっちゃいわけじゃなくて、あそこのすぐ近くでしたね。歩けど畑で、たまにその道路のね、向こうから地平線の向こうから車のヘッドライトが見えて、俺を追い越して走ってた車が向こうの方の山を登ってって、山の向こうに隠れるまで全部見えるんだけど、他の車が見当たらないっていうね。ただ星がめちゃくちゃ綺麗でね、ちょっと忘れられないな。なんでどこだったかな。その砂風呂のね、温泉の待合室みたいなところに、なんかお客さんのその思い思いにコメントできるノートが置いてあって、そこに埼玉の落書き書いて残してきたら、帰ってきてから「これ村さんですか？」っつってツイッターで聞いてきてくれる人がいて、あ、見てくれたんだと思って嬉しかったですね。薩摩富士って何山だったかな、何山だったかな。まあそう、そんなところでね、あの夜中ちょっと酒買ってくるわって出てきた方がいいんだけど、そんなだから一つ山越えないとそのコンビニがなかったですね。その聞いたことのないコンビニ、その手作り感満載のおにぎりが並んでる。
そう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 、買い物だけだ、買い物だけですね、ですね。そうですそうです。ああ、文房具売り場の試し書きコーナーでキャラの落書きして帰るタイプですか。ああ、そうそうですね、一度やりましたね、そういうの。神保町の文房具屋で。ああ、そうそうそう、そんなそんなとこでした。差し宿だった、あの差し宿、差し宿 だっけ。おお、私はトルコ人です。テシェキルエデリング。シェキルエデリングがありがとうだったかな。そうそう、コピック全色セット購入した。あ、そう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 。アイシールド。